ワレンチン・イワノフは、ソ連出身のサッカー選手、サッカー指導者。ポジションはフォワード。ソ連代表として、通算59試合出場26得点。この得点数は、オレグ・ブロヒン、オレグ・プロタソフに次いで、ソ連代表3位。1962年チリワールドカップでは4得点を挙げて、ガリンシャ、ババ、レオネル・サンチェス、ドラジャニ・エルコビッチ、 アルベルト・フローリアンと並び得点王となった。選手としてのキャリアをトルペド・モスクワで全うし、引退後は監督として、再三、トルペドを率いた。ロシア・プレミアリーグ FC ・モスクワの副会長を晩年まで務めた。息子のワレンチン・ワレンチノビチ・イワノフは、サッカー審判員。2006年ドイツワールドカップで笛を吹き、決勝トーナメント1回戦のポルトガル対、 オランダ戦のジャッジは国際的に議論を巻き起こした。2011年11月8日、長期の闘病の後に死去。76歳を打つ。RPT アップデート1サッカー。ソビエトグレート岩のタイズアフターロングイルネスロイター2011年11月8日。ありがとうございます。